ドイツのある村に、優しいお母さんヤギと七匹の子ヤギが住んでいました。七匹は上からしっかり者のラミー、ちょっぴりやんちゃなライラ、食いしん坊のマウルに、好奇心旺盛なオルト、ドナとレッカー、そして体が小さくかくれんぼが得意なおちびちゃんプチ。お母さんは毎日大忙しです。ある日のこと。いい？お前たち、お母さんは食べ物を探しに出かけてくるから、その間お留守番お願いね。やったー、お母さん、僕の大好きなクッキーもお願いね。まったく、あなたはいつも食べてばかりなんだから。はいはい、わかりましたよ。それからとても大事なお話があるの。よくお母さんの話を聞いてちょうだい。最近この辺りをお腹を空かせた狼がうろついてるという噂を耳にしたの。狼が来ても絶対家の中へ入れてはダメよ。狼はね、ガラガラ声で黒い手と足をしていますからね。家の中へ入れてしまうとみんな食べられてしまうから気をつけるのよ。はーい、お母さん、いってらっしゃい。お母さんヤギは出かけていきました。そして子ヤギたちはしっかりと扉に鍵をかけました。ああ、行っちゃった。何して遊ぶ？トランプで遊ぼうよ。僕はこっそり何か食べるのがいいと思うな。ダメ。そうだ、鬼ごっこなんかどう？あ、いいね。楽しそうじゃ。でも、お家の中だと少し狭いよ。じゃあ、お庭に出てやろうよ。その手があったか。お兄ちゃん頭いい。いいね。ちょっとみんな、お母さんに言われたこともう忘れたの？狼がうろついているから危険だって。外で遊ぶのは禁止よ。はーい。じゃあお姉ちゃん、おままごとして遊びましょ。そうね、うちの中でできる遊びをしましょう。僕もやる。じゃあ俺たちはトランプでもしようぜ。いいね。やるやる。うちの中にいるんだ。狼が来たってへっちゃらさ。みんな一緒ならね。狼なんてへっちゃらさ。みんながいれば大丈夫。狼なんてへっちゃらさ。僕ら怖いものなんてない。ラミー、ライラー、マウル、オル、ドナ、レッカ、プチ。僕ら七匹揃えばどんなことでも平気さ。狼なんか怖くない。しめしめ、やっと母ヤギが出かけたぜ。俺様のランチタイムといきますか。久々のごちそうでよだれが止まらないぜ。お母さんだよ、開けておくれ。あ、ママだ。待って、あれはお母さんの声じゃないよ。そうよ、お母さんはあんなガラガラ声じゃないわ。開けておくれ。開けるもんか。お母さんはもっと綺麗で優しい声をしているもの。そんなガラガラ声は狼だ。くっそー、やっぱりバレたか。狼はしばらく考えましたが、お、そうだ。薬屋に行って声がきれいになる薬をもらってこよう。そう言うと狼は一目散に薬屋へ行き、声がきれいになる薬を盗んでしまいました。よし、この薬をごくりっと。あーあー
みはさらしこれであの七匹の子ヤギも俺様が狼だってことに気づかないだろう。狼は急いで子ヤギたちの家に行きました。開けておくれお母さんだよ。お土産をたくさん持ってきたわよ。狼は優しい声で言いました。わあ、お母さんの声だよ。ほんとだ、ママが帰ってきた。お土産だって僕のクッキー。早く鍵を開けようぜ。待って、あの足真っ黒。お母さんはあんな黒い足をしていないわ。わあ、扉の隙間から見えてるよ。足がほんと真っ黒。お前は狼だ。しまった、またバレちまった。狼は急いでパン屋へ行き、こう言いました。おい、今すぐ小麦粉をよこせ。言う通りにしないとお前を食っちまうぞ。パン屋は怖くなって、狼の言う通り小麦粉を渡しました。小麦粉をつけ、白い手と足になった狼は急いで子ヤギたちのいる家に戻りました。ただいま、お母さんよ。お母さんだ。ねえねえお母さん、足も見せて。はいよ。お、ちゃんと白いな。ほんとだ、お母さんの足そっくり。どれどれ、確かに。ねえ、僕のクッキーもある？あるわよ。やっぱりお母さんだ。今度は間違いないみたい。わーい、お母さん、おかえりなさい。子ヤギたちは急いで扉を開けました。すると、ガオー、騙されたね。一匹残らず食ってやる。大きな口を開けた狼がよだれを垂らし、ものすごい勢いで襲いかかってきました。キャー、助けてお母さん。そうだ、机の下に隠れましょう。よし、俺はベッドの中。僕は暖炉の中。俺は戸棚の中。私はタンスの中。僕は洗濯桶の中。隠れたって無駄だぜ。小ヤギちゃんたち見つけた。まずは一匹目。みんな逃げて。まずは二匹目。逃げて。最強。どうしないよ。もう行くよ。行くぞ。ジャンプ。ジャンプ。おや、もう一匹いたはずだが。どこへ行ったんだ？狼は部屋中探しましたが、どうしてもあと一匹が見つかりません。おかしいな。数え間違えたかな？まあいいか。お腹もいっぱいになったことだし、そろそろ帰るとするか。狼は家に帰ろうとしましたが、お腹がいっぱいになったせいか、近くの大きな木の下で眠ってしまいました。そこへお母さんヤギが帰ってきました。家の中へ入ったお母さんヤギはびっくり。まあ大変。これは一体どういうことなの？お母さんヤギは部屋中探しましたが、子ヤギたちの姿はありません。子供たちの名前を一匹ずつ呼びましたが、返事はありませんでした。お母さんヤギはショックで座り込んでしまいました。するとその時です。大きな時計の中から声がしました。ママ、怖かったよ。そう言って飛び出してきたのは、一番下のおちびちゃんでした。まあ、無事、無事だったのね。あなたが無事で本当によかったわ。お姉さん、お兄さんたちはどうしたの？
プチは狼に襲われてみんな食べられてしまったことをお母さんヤギに話しました。それを聞いたお母さんヤギは、狼を探してみんなを助けに行きましょうと言い、プチを連れて森の方へ急ぎました。すると大きな木の下で昼寝をした狼を見つけました。ぐっすり眠っているわね。ほら見て、狼のお腹が動いてる。みんなまだ生きているわ。プチ、お家からハサミと針と糸を持ってきてちょうだい。うん、わかった。プチは大急ぎでハサミと針と糸を持ってきました。そしてお母さんヤギは寝ている狼のお腹をハサミでチョキチョキと切りました。すると狼のお腹から6匹の子ヤギたちが飛び出してきました。お母さん、ごめんなさい。ああ、助かった。怖かったよ、お腹痛くなっちゃった。もう、お母さんに会えないかと思ったよ。真っ暗で何にも見えなくて怖かったわ。まあ、よしよし、みんな生きてて本当によかったわ。さあ、狼が眠っている間に石ころをたくさん集めましょう。石ころ？どうして？狼が眠っている間に石ころをお腹に詰めるのね。さすがラミー、その通り。さあみんな手伝ってちょうだい。よし、任せとけ。よいしょよいしょよいしょっと。たくさん集まったね。さあみんな、狼のお腹に詰めましょう。子ヤギたちは石ころを全部狼のお腹の中に詰め込み、お母さんヤギは針と糸で狼のお腹を縫い合わせました。そして木の陰に隠れ、狼の様子をじーっと見ていました。よく寝た、よく寝た。おや、おかしいな。お腹の中でゴロゴロと音がするぞ。それにすごく喉が渇いたな。狼は重いお腹を両手で抱えて泉を探しました。あったあった、これで水が飲めるぞ。どっこいしょと。そう言って狼が水を飲もうとしたその時、お腹の石がゴロゴロと動いたので、よろけた狼は泉の中へ落っこちてしまいました。やったー、狼をやっつけたぞー。狼をやっつけた、狼をやっつけたー。子ヤギたちは大喜び。それからは怖い狼もいなくなり、お母さんヤギと七匹の子ヤギは仲良く幸せに暮らしました。みんながいるなら